それからこれ見てつららくん夜景の写真です夜景って言ったってくまひげ先生も写ってるじゃないかはいそうなんですこれって結構難しいと思われていますそうそうそうこの前友達のくるるとナイトドライビングしたんだけどさ夜景が綺麗だったからそれをバックに撮ったつもりが後で見たらくるるしか写ってなかったんだよな いえそうなんです人物だけしか映らずに背景の夜景はポツポツとしたイサリビにしか見えなかったと、ね、そういう経験誰にでもありますよね僕もそうでしたでもねこれ撮影モードにちゃんと入ってるんです「夜景ポートレートモード」と言いますこれは夜景をバックに記念写真が写せると思ってくださいこれを使えば 人物もそしてバックの夜景も綺麗に撮影することができるんです結構簡単なんだねデジタル一眼レフっておつららくんずいぶん自信が出てきたねうん今のカメラはだいたい調整してくれるから便利だよねうんよしじゃあ今日の撮影はこのくらいにして撮った写真を印刷してみようか オッケーでもくまひげ先生この写真ちょっと失敗したんだよなあ本ほんとだねこれはパソコンで直せますえ、んどううやって、うん、そういう時はやっぱりこれ「インターネットでくまひげ」と検索してみてください写真の加工や編集の方法を紹介しているムービーがありますから探してみてくださいねオッケーわかった これで心配事もなくなったぜ。